高松市長の大西秀人でございます。皆様方がお元気で敬老の日を迎えられましたこと、誠に喜ばしい限りでございます。我が国の平均寿命、健康寿命は右肩上がりに延伸しており、人生100年時代と言われるまでになりまして、令和5年8月1日現在、本市では100歳以上の方が111歳の最高齢者の方を筆頭におおよそ350人おられます。多年にわたり地域社会にご貢献いただいております皆様方に敬愛と感謝の意を表しますとともに、皆様方のご健康とご長寿を心からお喜び申し上げます。さて、我が国におきましては少子超高齢社会を迎えており、令和18年には国民の3人に1人が65歳以上になると推計されております。元気な高齢者が長寿を全うすることは素晴らしいことであると存じており、本市といたしましても年齢を重ねられても一人一人が生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことのできる高松型地域共生社会の実現を目指し、より効果的な施策の展開を図ってまいりたいと存じます。皆様方におかれましては、今後も自らの健康維持に取り組まれますとともに、本市のまちづくりの担い手としても一層のお力添えを賜りますようお願い申し上げます。最後になりましたが、皆様方のご健康とご多幸を心から祈念申し上げまして、お祝いのご挨拶といたします。本日は誠におめでとうございます。